本当でもありがたいです。この、この、うん、前は、じゃあコロナ前はこの全部一緒にこういうのつけて、でこれも入ったんですよ、やっぱり。うちは入れなかったら入らないで断る人も出ちゃうし、こうやって貸し切りの時もありますし。でもコロナの時ですよね、これ。コロナ前はないんですよね。コロナ前はない。ないですよね。大変ですよね、今度。でもね、でも5席しかなくて、22でもすごい皆さん仲良くなるし、1名様でも全然来れるんで、うちは。わかる、なんか美味しいもの食べて、なんか誰かと分かち合いたいって。いろいろ言ってくださいね。アングルとかちょっとこうやってやってとか、まあ、他でも結構撮られるんですか？そうですね、好きで撮らせていただけるところは、うん、でも大体 OK じゃないですか今は。そうですね、うん、ですよね。でね、食材いきましょうかね、まずこんな感じですかね、はい、アレルギーとかあります？エビ、今日小柱の最後にね、かき揚げで、ウニが北海道の塩水に使ってます、塩水に使ってます。アスパラ、人参、舞茸、ちょっと松茸もいきましょうかね、そしたらね、うわ、のどぐろ、タチウオ、イカ、メゴチ、アナゴで、ちょっとイワシをね、大葉でちょっと巻いたやつ、うん、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。天ぷらの匂いとかね、うん、なんかね、優しいですよね。最初と最後だけちょっと入ってもいいんですけど、うん、結構ね、いい香りのするお香で、うん、そうです、ちょっと入ってきた時から。あ、そうですか、はい、はい、はい、じゃあ乾杯ですか。これとちょっと中にチーズが入っている茶碗蒸し、ちょっとお腹温めてもらいたくて、うん、ちょっと珍しいですかね。いただきます。はい、すごいトリュフの香りが、うん、別にトリュフをいただいてないのにちょっと触ってるだけですごい香りがしました。ちょっとね、うん、茶碗蒸しの地にもちょっとトリュフのエキスを、ね、入れてて、うん、ちょっとバターっぽい香りでした、うんうんうん、中の具材はあるのか、中にね、チーズ入ってる。あ、チーズ、うん、チーズ結構珍しいですかね。うん、珍しいですよね、うん、和食でもね、珍しいのに、天ぷら屋さんで出てくるのかっていう感じですけどね。うーん、面白いですね。面白いです。塩が来ました。ちょっと説明しましょうかね、うん、新潟県の花塩、うん、真ん中が瀬戸内海の藻塩で、一番端っこが白トリュフ。白トリュフ、うん、白トリュフなんですごい香りが強いんで気をつけてくださいね、はい、結構ね、持っていかれるっていうか、うん、ただちょっと場所がね、うん、ちょっと置かせてもらってます本当に香りが強いんですよ。これは何でしょう。これがね、カラスミですね。カラスミ、カラスミ、カラスミをうちで作って沖縄の塩とちょっと混ぜてるんで、お、何でもね、合います。綺麗な大根大根おろし、大根おろしと今天つゆを増しますね。はい、ゆっくりしてください。はい、旬がかかってて、玉ねぎのチップと入ってますかね。うーん、
ていう。ちょっとね、天ぷら以外もちょこちょこ出してみますね。いいですね、本当に。少しずつ。これが好き。ちょっとマグロいきましょうかね。うわー、すごい綺麗なマグロ。マグロ、おかひじきのが菊ですね。はい、ね、うん、わちょっとね、やっぱね、生物をちょっと刺身はね、食べてもらいたくて嬉しい。ちょっと、ね、ちょっと量はいらないけどね。うん、だからね、マグロ屋さんからね、ちょっといいとこだけ国産のやつをね、もらってるんですよ。うわもう、見るからに美味しそうです、ね、この、このお花っていつも思うんですけど、この醤油に入れたりとか本当にするんですか？何を？このお花は。花はお醤油に入れたりしますか、ね、やっぱり入れたり。うん、あ、じゃあ入れてみます。お好みでね、うん、ごちそうなんで。あ、そうですよね、リモートだと、うん、やっぱり人が出てこないですね。そうですよね、お昼の時になると。うん、普段はもうこの時間いっぱいサラリーマンがこう街をこう、そうそうですね、うん、してますもんね。してますよね。ありがとうございます。わあ、美味しそう。これは何でしたっけ。これもカラスミと酢は本当に長かったです終わります。次お茶かなんか行きます。あ、じゃあお茶いただいて。あったかいやつ大丈夫ですか。はい、はい、上がりちゃい。はい、これね、ちょっとレアね、真ん中のね、お塩、文章がよろしいかな。文章がよろしいかな。エビの尻尾はね、そこからいででも大丈夫です。次食べても大丈夫。これで天つゆでもお塩でも大丈夫。塩。うん。これさ余ってる。塩でできた。もう塩でもいいから。オーストラリアのやつ、国産がね、終わっちゃったんですよ。そうですよね、うん、もうね、並んでない。なんか飲まれます？あ、もう一杯同じだ。はい、生ください。はい、生ください。で、今はオーストラリアになりますね。あ、立派ですね。でもだけどちょっとね、ある程度しっかりしてないとダメですかね。うん、すいませんね。お塩、何でも大丈夫ですかね。アスパラじゃあトリュフとかもあっちゃうんですか。うん、そうですね、ちょっとね、中からみずみずしいのが出てきて。あ、いただきます。はい、でも最初はそうですね、最初はね、あんまり味の強くないやつかも。うん、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 
お塩、何でも大丈夫ですかね、アスパラは。じゃあトリュフとかもあっちゃう、うん、そうですね、ちょっとね、中からみずみずしいのが出てきて、いただきます。はい、ちょっと甘辛く生姜で炊いたやつですかね。ミニ、ミニ、初めて、初めてですか。ミニだと。いや、全然食、美味しいですよ。僕で大好き。ちょっとミニはね、粘りっこになる。ちょっとぬるっとしてて。そうそうそう。体に本当に。今日ね、岩手ね。人参の名前がね、うん、でその下がのどぐろ、ね、マロンかぼちゃ、ちょっと北海道ね、うん、でレンコンになりますね、うん、人参の葉っぱ、うん、人参の葉っぱ で周りがね、ちょっとのどぐろの骨を焼いてタレをちょっと甘辛くして、うん、それにつけても大丈夫ですし、全然お塩天つゆでも大丈夫。近いかにお寿司屋さん、そうですね、でもね、5階もね、このあれはね、お寿司屋さんというか、うん、今1丁目の方でやってたお菓子、10年ぐらいやってたんですけどね、でこの場所がね、空いてて、僕がちょっとね、お借りしてるっていうかな、ドリンチョです。ちょっとね、銀座シックスとかにいたんですよ。山本さんのホテルの方の山本ホテル和食だったんですけどね、ちょうどね、シックスできた時のちょっと立ち上げとかやってて、もうちょっとなんか会社組織とかって疲れるじゃないですか。いや疲れるよ。もうちょっと気楽にやりたいなと思って、そこで、ね、いろいろ話があったんですけどね、ちょっとやっぱね、お野菜とかもね、根菜系が美味しくなってきましたね。
ごいジューシー。うん、すごい喉ぐらい、うん、うん、大根、うん、甘すぎる。これだって僕のあのね、トリフジオ。トリフジオですか。キノコ繋がり。ただね、エキスでね、結構流してくれるんですよ。切ってね、少しですよ。なんかね、合うやつないかなと思って。私も大丈夫。大量のイクラだとちょっと苦手なんですけど、少しなら全然。ちょっとね、今日ね、新潟でね、素材がね、まずいね。うん、私がこの形で出てくるとは思わなかった。天ぷらになってくるのかな、勝手に思ってたんで。あ、天ぷらですけどね。ここにこう、すごい、本当に。だんだん。懐石料理いただいてるよ。なんか、さんの。イワシの方が美味しい。かけてくれるのかな。自分で焼けて。もう結構。わあ、すごい綺麗。これが全部。これ何でしたっけ。つるむらさき。すごいいいお味です。つるむらさき美味しいですよね。これ茹でた後にこう出汁で煮浸し、出汁に浸し、煮つける。どれくらいに煮つける。あのね、さらえぐみを取らせないとちょっとダメなんですね。結構さらさないとダメですかね。水に、水にさらす、水にさらすっていうかね、やっぱりね、ほうれん草にあるんですけど、さらすっていうか、そういうのが大事なんですよね。結構みんなすぐつけちゃうんで、そうですね、そうするとね、やっぱね、氷水に落としてちょっと流して、こうして、僕もあんまりよくわかんない。飲まれないです。僕あんまりのでみんな選ぶんで、楽しめたらいいかなと思って。
こちら冷やおろしですね、秋の先に出してます。はい、あとはこちらはスッキリとした感じ、バランスはいいです。あと雑は華やかな感じですね。ドカラ、ヒラカミ、ウマカラ満作などは、辛口でおすすめしているところで、まあ旨味が強い感じですかね。どっちかというとスッキリした感じ、うん、でこちら濃厚な感じですかね。山城屋というこれも冷やおろしなんですけれども、あの新潟のお酒でして、スッキリした中にも作られたお酒です。もう一回いきますか。あら、あ、もう一回って、もう一回、はい、ありがとうございます。うちはね、うちはね、おひたしはね、81薄口みりんの、うーん、やっぱり鰹節少ないとね、と思うけどね、やっぱりね、予定ではね、一回アオリイカとアナゴで軽く食事にしようかなと思って。いい感じですか？いい感じですか？嬉しい。ちょっと尻尾の方が硬いんだ、うん、あれ、うん、うん、目立ちはね、やっぱ調子いいんですよね、うん。アオリイカいきますね。これは塩、お塩がいいし、今日はね、五島列島ですね。そんなこと言ってるのに天つゆで食えねえじゃねえかって怒られて、アナゴは天つゆだろって怒られて、あ、すみません、あ、天つゆでも大丈夫です。でも天つゆで、もう美味しそうですね。美味しいでしょ。ちょっとやってみよう。だからもう好きに食べてっていう感じで。でもその年配の方もこの、はあ、この感じの席だったら、はあ、来やすいと思うんですけどね。そうですね、うん、そんなに心配することなく。いやでも、あ、どっちかというとあの階段の方が、あ、本当ですね、うん、それは危険かも。階段の方が文句で危険かも。俺があの階段を登れなくて行けるようわがままな方多いですね。うち島には鳥天食い程度は言われますからね。お島のうちに、あれ、はい、あれすごいなんか量が増えてる。あ、全然全然
ありがとうございます。結構香り強いので、はい、もしお家ご自宅に瓶があったら、瓶の中に入れていてもらえれば香り逃げないと思うんですけど。ありがとうございます。はい、結構香り強い、袋から漏れてきちゃうんで、二重にはしてあるんですが。今分かりました。あれなんか、料理の香りが。そうなんです。なんで、ちょっと、そうですね、こんな感じで。あとバッグの中に落とさないでくださいね。バッグが取れるなありがとうございます。警察に見られるとなんか変なものがありがとうございます。いやすごい。なんでこんなたくさん高級なもの。4人前以上割ります。給料から減らしてくれます。給料から。いやわすごい。はい、すみません。小柱のこちらですかね。そのまんまでも大丈夫ですし、僕今お茶漬けの天茶の出汁ですね。ごめんなさい。あら、ちょっと電池切れちゃった。電池切れちゃった大事なところ。なんか切れちゃいました。本当に。もうとろって感じで、でもこっちはちょっとなんかもう柿ってすごい女性にいいフルーツって言ってたから、うん、そうですね、なんかね、うん、体にいいって言いますよね。そんなにちょうど今日来たんで、今さっき届いたんでよかったです。ちょうどそうなんですね、うん、すごいですね、本当に食べ頃なのが。何が、はい、大収穫柿というは、ありがとうございます。太いに秋に柿、うん、うん、こんな大きいんですね。大きい。あ、そうそう、言われてるよ、すごい大きいわ。私すごいなと思って最初わと思ったけど、いやいや、よかったよかった。すごい、本当だ。あと1日遅れてたら食べれなかったし、本当だからタイミングですよね。タイミングですね、本当に。いや、これいやね、面白いです。毎日毎日お昼のお客さん、今日1日のお客さん、大体夜もね、多分ね、同じような感じの人が来るんですよね。鬱陶しいですね。楽しいです。この柿、今まで食べた柿の中で一番美味しいです。本当ですか。本当です。なんかね、さっき若い子も食べた、ちょっとやっぱさっきとね、食感とかも変わってくるし、プリプリ感、グリングリンって感じで、そうそうそうですね、うん、うん、でもこう、硬くなって、うん、すごい、なんか、ちょっと好きです、うん、ありがとうございます。